セキュリンは有意と分裂の中期から後期への移行と後期の開始の制御に関与するタンパク質である。染色体ペアの二方向型配置と防水体チェックポイントの不活性化の後、セキュリンを含む調節システムによる急激な刺激によって高度に同調した染色体分離が誘導される。セキュリンとセパラーゼは広く保存されている。セキュリンは 元々細胞質に存在し、二つの姉妹、染色分体を連結しているコヒーシンのリングを分解するプロテアーゼであるセパラーゼに結合している。セパラーゼは後期の開始に重要である。このセキュリンセパラーゼ複合体は、セキュリンが CDK1 によってリン酸化されている場合には維持され、APC による指基鎮化を介したセキュリンの分解は阻害される。 セキュリンが結合している時には、セパラーゼは機能しない。セキュリンとセパラーゼはどちらも広く保存されたタンパク質である。セパラーゼは、まずセキュリンセパラーゼ複合体を形成しなければ、機能することができない。これは、セキュリンが、セパラーゼが、機能的なコンフォーメーションへ正しくホールディングするのを、助けているためである。しかしながら、酵母では、 セキュリン結質変異体でも後期が開始され、機能的なセパラアッツェの形成に、セキュリンは必要ではないようである。セキュリンに同定されている5箇所のリン酸化部位セキュリンは、CDK1 の標的となるリン酸化部位が5箇所、知られている。N 末端の剣ボックスと D ボックスと呼ばれる領域は、APC による認識という微基準化に影響を与えることが知られている。 後期を開始するため、セキュリンは CDC14 や他のホスファターゼによって脱リン酸化される。脱リン酸化されたセキュリンは、主に CDC20 が結合した APC によって認識される。アップクドック20複合体は、セキュリンを指キチ化し、26エスプロテアソームによる分解の標的とする。その結果セパラーゼは有利し、コヒーシンを分解して、 染色体分離を開始することができるようになる。後期のスイッチ的な活性化を作り出すフィードバックループのネットワークセキュリンのスイッチ的な活性化によって急激にかつ強調的に後期を開始させるため、セキュリンは複数の調節インプットを統合すると考えられている。これにはスイッチ的挙動をもたらすためのポジティブフィードバックを 含む、いくつかのフィードバックループからなるネットワークが関与している可能性が高い。スイッチ的挙動を生み出す、シグナル伝達経路として提唱されているものの一つには、セッパラーゼによる CDC14 の活性化があり、セキュリンの脱リン酸化と分解がもたらされる。セキュリンの N 末端の二つのリン酸化部位が変異した質が後母系統や、セキュリンが欠出した系統では、 4番染色体と5番染色体の分離時間が大幅に長くなることが判明している。さらに、これらの変異株では野生株と比較して非常に高いご分離率を示す。スイッチ的特性は後期における迅速で協調的な染色体分離の開始に必要である。このことは後期が適切に進行するためには、 セキュリンによるセパラーゼの強い不活性化の後、迅速にセキュリンの分解とセパラーゼの活性化が起こることが重要であることを意味している。セキュリンとセパラーゼは、後期を調節するネットワークの一員であり、想定されるネットワークの図を下に示す。後期のスイッチ的な活性化を作り出す、セキュリンが関与する想定ネットワーク。ありがとうございます。